奇跡の数字。2020年日本シリーズはソフトバンクが巨人相手に4連勝、圧倒的な強さで日本一に輝きました。これをめぐりネット上では 33×4 イコール132の書き込みが相次ぎ、巨人が一方的にやられている間も盛り上がりを見せていたんです。そこで一つの疑問が生じました。 33×4 イコール132とは一体何なのか。というわけで今回の動画は 33×4 イコール132を解説したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。33×4、まず 33×4 イコール132を解説する前に 33×4 を理解しないといけません。まず基礎をがっちり固めてから応用に行く感じですね。時を遡ること15年前、2005年の日本シリーズは阪神タイガース対千葉ロッテマリーンズ。当時の阪神タイガースの打線は1番に平成ナンバーワン盗塁王の赤星、4番にシーズン MVP の金本、5番には歴代3位の147打点を挙げた打点王今岡が君臨、正捕手には現監督矢野明弘、中継ぎ陣には球史に残る鉄壁のリレー JFK がおり、充実した戦力を誇っていました。対するロッテはボビーチルドレンと呼ばれた若手の西岡剛、今江俊明をヒットに切れ目なくつながる打線が猛威を振るい、投手陣も6人のシーズン2桁勝利投手と鉄壁の中継ぎ陣 YFK がいました。前評判は最終戦までもつれ込む接戦になるという予想も多く、プロ野球ファンの注目を集め行われた日本シリーズ第1戦。しかし阪神のエース井川がロッテ打線に打ち込まれ、阪神打線はロッテのエース清水直行の前に沈黙、まさかの一方的な展開となり、7回10対1となったところで球場全体が霧に包まれ、史上初のノームによるコールドゲームとなりました。続く第2戦も0対10、本拠地甲子園に戻って臨んだ第3戦も1対10と大敗を決し、第4戦はシリーズで初めて好ゲームを見せるも2対3で敗れ、ロッテの日本一が決定しました。ロッテはこのシリーズで一度もリードを許すことなく4連勝で日本一になっており、これはシリーズ史上初です。また阪神がこのシリーズで残した得点4、防御率 8.63、 本塁打0は2020年現在でもシリーズ史上ワースト。そしてこのシリーズの総得点10対1、10対0、10対1、3対2、これらを合わせると33対4になります。このあまりにもひどい惨敗ぶりに、後に両チームの合計スコア33対4が阪神をいじる際のネタとなっていったのです。そして5年の月日が流れた2010年日本シリーズ、セリーグ王者中日の対戦相手はあの千葉ロッテマリーンズ。日本シリーズ中、ロッテの直近の日本シリーズの戦いぶりとして何度も阪神ファンにとって屈辱的な2005年日本シリーズの映像がリピートされ、ネット上では33対4が再びネタに、トラウマをほじ返され、我慢できなくなった一人の阪神ファンはこう叫びました。なんでや阪神関係ないやろ。以降33対4を連想させる数字には、なんでや阪神関係ないやろと返すのがお約束となったのです。そして10年後の2020年日本シリーズ、初戦から巨人はソフトバンク相手に圧倒的な実力差を見せつけられ、5対1、13対2、4対0、第3戦が終わった時点で両チームの合計スコアは22対3。そして第4戦、巨人はこのシリーズ初めて先制しリードを果たすも、次のソフトバンクの攻撃であっけなく逆転され、2回終了時点で4対1、合計スコアは26対4となりました。それを受けたプロ野球ファンたちは2005年の33対4の再来を期待し、あと7点がトレンド入りするなど盛り上がりを見せました。しかし結局両チームとも無得点のまま試合終了、ソフトバンクが日本一となりました。ちなみにこの15年間でシリーズ4盾を食らいストレート敗戦したチームは阪神と巨人のみで、両者ともシリーズ最低得点4を記録しています。その後ファンの一人が 33×4 イコール132にすると巨人のシリーズチーム打率1割3分2厘と同じだと叫ばれ、発見者に対して奇跡だ、美しいといった称賛の声が上がりました。また132を ×2 にすると264になり、2020年日本シリーズの両チームスコア26対4と符合するという奇跡の数字となっています。ちなみに26対4をネット検索するとすでに用語の一つとして紹介されており、26対4の読み方はなんでや巨人関係ないやろ。というわけで今回は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。